次第高は中国地方に伝わる妖怪。鳥取県、島根県五津市二宮町、阿市町、津野津町、山口県岩国市、朝郡、阿武郡、広島県、岡山県などに伝わっている。道の上に現れる人型の妖怪であり、目にした人が上を見上げると次第高の背がその分高くなる。見下ろせば逆に低くなるが、 見下ろさない限りどんどん高くなっていく。したがって、次第高に出会ってしまった場合は、決して目を上に向けてはならない。逆に下へと目を向ければ、次第高は、どんどん小さくなっていって、しまいには消え去ってしまう。島根県大地群桜井町川戸では、次第高が出た時には、股、ま、の下から見なくてはならないという。三越入道の一種であり、高入道、入道坊主。 伸び上がりなどの動詞にあたる妖怪とされる。島根県豪津市弾ずみ町に伝わる民話によれば、漁に出た時にはどんなに獲物が取れても、次第高が現れた時に備え、次第高を仕留めるために、最後の一発の玉を残しておくよう言われていた。豪津市松川町では、次第高は、猫股の親分格ともいい、ある漁師が浜で、次第高を仕留めると、その正体はやはり猫股だったという。 次第坂の伝わる島根県三部山また、島根県には次第坂という、似た名称の会員の伝承もある。三部山への道を人が歩いていると、道がどんどん上り坂に変化し、人が驚いて、道を見上げると、この坂全体が大きくのしかかってその人を、捉えてしまうと言われるものだが、これは、次第坂が伝承されるにつれ、名称や、伝承内容が変化したものとの説がある。 ありがとうございます。